これが鶴見に通りしているパスロックランチャーとは、対戦ロケット弾を発射するロケットランチャーであり、8発投戦することができます。対戦というのは対潜水艦という意味で、敵潜水艦との戦闘で使用されるものです。水中の潜水艦は目で見ることができないため、ソーナーが音を出して潜水艦を探知します。海切りには船の中ほど左右に魚雷発射艦がありますが、これは近距離にいる潜水艦を攻撃するためのものです。これに対しアスロックランチャーは遠くにいる潜水艦を攻撃するため、魚雷をロケットで遠くに飛ばすことができます。本日は敵の潜水艦を探知して攻撃するシナリオを想定して展示を行います。
アスロックランチャーの展示を終わります。皆さん、いかがでしたでしょうか。聞き慣れない言葉もあったかと思いますが、このようにして私どもはあらゆる事態を想定して日夜訓練を行っています。ご不明な点がありましたら近くの努力をお尋ねください。以上をもちまして武器の展示を終わります。